いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ケイと申します。よろしくお願いします。私アメリカ生まれなので、日本語とかちょっと発音分かりにくかったらごめんなさい。俺と話して上達すればいい。そう言っていただけると嬉しいです。いっぱい話しましょうね。何がいいですか？はい、お願いします。 Cheers! 乾杯。日本の料理って本当に美味しいですよね。日本食何が好きですか？寿司だな。お寿司、やっぱりお寿司ですよね。あー、お寿司大好き。お寿司食べたくなってきた。この間お友達と居酒屋行ったんですよ。そこで初めて食べたものがあるんです。なんだと思います？明太子だろ。大正解。魚の卵って本当美味しいですよね。ちょっと見た目怪しいですけど大好き。とっても楽しかった。ありがとうございます。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。何がいいですか？はい、お願いします。 Cheers! 乾杯。私ピッツァが大好物なんですけど、上流さんはピッツァ好きですか？ピザはテンションが上がるな。ピッツァ、やっぱりそうですよね。もう話してるだけで食べたくなってきた。あ、いいですか？ピッツァ頼んじゃってお願いします。私の趣味ってゲームなんですけど、上流さんは何か趣味あるんですか？カラオケだな。歌好きなんですね。私も大好き。今度聞かせてくださいよ。上流さん、ストリーマーってわかります？
ライブ動画の配信者だろう。さすが上流さん、何でも知ってますね。そう、私実はライブ配信とかしてるんですよ。まだ誰にも言ってないんで、知ってるの上流さんだけです。また来てくださいね。いらっしゃいませ。うん。ああ。上流さん、お待ちしてました。動画配信してると、常に次何しよっかなって悩むんですよね。上流さんだったらどういう配信したいと思います？カラオケ配信だな。なるほど、その声なら人気出ちゃうかも。やってみたらどうですか、上流さん。何がいいですか？お願いします。 Cheers! 乾杯。この間ゲーム実況の配信をしたんですけども、みんなが楽しめたかなってすっごい気になっちゃって。お前が楽しむのが一番だ。やっぱそうですよね。人の意見よりも自分が楽しいかどうかですよね。これからも楽しもう。私酔うと結構おしゃべりになっちゃうんですけど、上流さんはどうです？お前の前でだけおしゃべりになる。お世辞がうまいんですから。言っとくけどそんなんじゃ照れないですからね。はい、どうぞ。上流さん、私目標を決めました。何だと思います？伝説のストリーマーになることだろう。そうなんです。伝説になれるかはちょっとわかんないですけど、でもみんなに愛されるようなストリーマーになりたいなーって。また来てくれるの待ってるね。いらっしゃいませ。うん。ああ。会いに来てくれたんですか？嬉しい。やっぱり持つべきものは友だと思うんですよ。上流さんは親友っていう感じの人いますか？ネットの向こうにいる。そっか、今はそういう関係もありますよね。インターネットの奥だからこそ真に仲良くなれるみたいな、ありますよね。何がいいですか？
願いします。 Cheers to you。 乾杯。長流さんは女性を口説くときどういうこと言うの？試しに言ってみて。面白い女だな。あー、それ一番嬉しい。どうしよう、なんかオンリーワンっぽいセリフ一回言われてみたかったんです。長流さんがもし私と付き合ったらデートはどこに連れてってくれます？まずは俺の部屋だな。やっぱりおうちデートが一番ですよね。外にいても疲れちゃうし、家でまったり映画とか一緒に見るのが一番私は好きだな。私ストリーマーとして世界中の人と交流していきたいって思ってるんですよ。でも私のストリームでそんなことができるのか不安で。お前ならきっとできる。やった、上流さんにそう言われると勇気出る。頑張って絶対人気のストリーマーになってみせますね。頑張ります。この後アフターとかどうですか？ああ、行こうか。やった。じゃあまた後でね。あ、またしちゃいました？ごめんね、上流さん。いや、気にするな。飯まだだね。寿司でも食いに行くか。やった、お寿司大好き。 Thank you。 はあ、お腹いっぱいけどお腹ちょっときつい。これはまずいかも。飯食った直後だからな、少しは腹も出るだろう。いや、カロリー取りすぎた。まだ太っちゃう。そう言われてもな。どうするんだ？運動するしかないでしょう。食べたら運動。Simply the best。 うちトレーニング道具あるんで、さ、上流さん行きましょう。お着替えできましたよ。一緒に運動しましょう。何言ってんですか、一緒にですよ。運動する前はちゃんとストレッチ一緒にしましょうね。体をちゃんとほぐしてからじゃないと怪我しちゃうかもしれないですからね。さ、しっかりやっていきますよ。1、2、1。ちょっと大丈夫ですか、上流さん。そんなペースで私ならまだまだ早くできちゃうんですけど。ちょっと遅れてません？1、2。もっと思いっきりいけちゃいますよ。3。結構重いんですからね。ほら、上流さんもちゃんとやるんですからね。後で。
だまだ余裕って感じっすね。汗かいちゃった。あ、上流さん、よかったらシャワー一緒に浴びません？